左翼党、左翼党、左翼党、左派党ともは、ドイツの極左、左派、社会主義、社会民主主義、民主社会主義政党、リンケとも呼称される。2005年に、二つの政党、ワスグと、左翼党民主社会党、大リンクスパルテ、PDS が、統一会派よりさらに踏み込んだ連合としての、政党連合、左翼党を結成。 2007年6月17日に正式に合併して、同盟の政党、左翼党となった。とは、の略称。和訳すると、労働と社会的構成のための選挙オルタナティブ。新自由主義的な改革路線を取った、東南右派のゲアハルト、シュレーダー首相、当時率いるドイツ社会民主党 SPD 指導部に反発した SPD 最左派が2005年1月に、 一斉離党、独立して結成した政党。その後、SPD 左派の大物政治家、オスカー・ラフォンテーヌ元財務大臣、元 SPD 党首が加わった。英語では、民主社会党とは、統一前のドイツ民主共和国、旧東ドイツの独裁政党だったドイツ、社会主義統一党の後継政党。ワスグと左翼党民主社会党の政党連合。 左翼党は2005年9月18日の連邦議会選挙で約8%前回の民主社会党、PDS は4%の得票を得て議席獲得に必要な5%の枠を突破。54議席を獲得し、うちはすぐ12、左翼党民主社会党42、事実上の議会第4党に躍り出た。政党連合。 左翼党に参加する両政党の組織完全統合、単一政党化準備に向けて、PDS は2005年7月に左翼党民主社会党と解消していた。さらにその後、ワスグのオスカー・ラ・フォンテーヌが左翼党民主社会党に入党、逆に左翼党民主社会党のグレゴール議事が、ワスグに入党し、お互いに二重党籍になるなど、両党の融合を進めていた。 こうして両党は統合のプロセスに約2年間をかけたが、その間には2006年9月のベルリン市、州都同格議会選挙においてドイツ社会民主党のクラウス・ボーベライト市長政権へ、左翼党民社会党が連立与党入りすることに反対するはすぐのベルリン組織トローツキストの社会主義オルタナケ部の影響が強かったが独自に出馬し分裂選挙となる一幕もあった。 この選挙では具は議席を獲得できず、左翼党民主社会党も大幅に得票を減らした。こうした右翼曲折を経たものの2007年6月17日に正式に両党は合併し、単一政党としての左翼党が発足した。その中で両党出身者のほか、新左翼からも参加者があり、幅広い左翼の統一戦線政党としての性格が強まった。 一方両党の合併を最終的に決める党員投票においては、左翼党民主社会党の側は、ほとんどの党員が賛成したのに対し、ワスぐからは、過労うて過半数を上回るに留まるなど、両党の間には最後まで温度差もあった。このように現在、同党は開かれた左翼政党であって、旧来式の前衛党型組織論を有する、マルクスレーニン主義に基づく、 共産党からの変貌を遂げたが、党内にはなお旧来のスターリン主義に固執するループ、共産主義プラットフォームも派閥として残存するとされ、同グループは連邦憲法擁護庁から監視対象とされている。初代党首、共同党首は、ロタール・ビスキー級、PDS 党首とオスカー・ラフォンテーヌ元蔵賞。2005年の連邦議会選挙後には、 ビスキーが副議長候補に指名されたが、シュタジ、東ドイツ国家保安省との関係が取り沙汰されて、本人は関係を否定したものの副議長就任を断念した。このように、特に旧 PDS 出身者に対しては、かつての東ドイツ時代の活動に対する疑念が持たれる場合が多く、上記の憲法擁護庁による監視の理由ともなっている。 前身の PDS は2004年6月の欧州議会選挙では、ドイツに割り当てられた99議席中7議席を獲得した。現在の左翼党はこれを引き継ぎ、欧州の左派政党で結成した欧州左翼党及び、その院内会派である欧州左翼党マイナスノルディック環境左派同盟内では最大の議員数となっている。欧州左翼党の議長には、ビスキーが就任している。 メクレンブルクイコールホアポンメルン州の州と、シュベリーン市長を務めるアンゲリカ・グラムコが、ドイツ国内唯一の左翼党員市長となっている。左翼党に合同する前の民主社会党は、旧西ドイツ地域においては、旧東ドイツの独裁政党、ドイツ社会主義統一党のイメージを強く持たれていた。ため旧東ドイツ地域と比べて、支持率が極端に低く。 旧西ドイツ地域の衆議会では、議席獲得に必要な5%の枠を突破できない状況が続いていた。しかし、和すぐと合同資作翼党になってから、旧西ドイツ地域でも支持を伸ばし始め、正式に合流する直前の2007年5月13日に行われたブレーメン衆議会選挙では8.4%の得票率で7議席を獲得し、 旧西ドイツ地域の衆議会では初めて議席を獲得した。2008年1月27日のヘッセン州とニーダーザクセン州における衆議会選挙において5%の壁を突破し、ヘッセン州5.1%、ニーダーザクセン州7.1%議席を獲得することに成功した。ヘッセン州とニーダーザクセン州において議席を 初めて獲得したことについて、現在は左翼党連邦議会団長を務めるグレゴール議事は、根強い反共主義を破った。我々はもはや旧東ドイツ地域だけの党ではないと、語り、左翼党がドイツ全域に影響を広げていることを強調した。ヘッセン州とニーダーザク選州に続いて、ハンブルクと区別し、州と同格でも2月24日の特別。 市議会選挙において6.24%の得票率で8議席を獲得して躍進した。ハンブルクでも議席を獲得したことで、同党が議席を持つ州はドイツ全16州、特別市を含む中10州、議席の総数は175議席となった。左翼党のバルチ幹事長は、ハンブルク選挙の勝利は左翼党の全国的な上昇傾向を確認するものだ。 社会的構成、社会保障、教育の平等で我々に期待が寄せられたと語った。その後も西側地域の衆議会選挙で左翼党は議席を獲得し続けたが、9月のバイエルン衆議会選挙では、得票4.3%を得て、前回選挙より得票は増やしたものの、議席獲得に必要な5%ラインを突破できなかったため、議席は確保できなかった。 2009年欧州議会議員選挙では7.5%の得票で8議席を獲得した。2009年9月27日の連邦議会選挙で左翼党は前回よりも支持を伸ばし、改選前を22議席上回る76議席を獲得して勝利を収めた。第2投票、政党名簿への投票の投票結果で見た場合、 全国平均で前回より3.2%増、16、週べてで議席阻止戦である、得票率5%を上回る得票を得た。前回は3週で5%未満。また同時に行われた、シュレース・ビヒー・コールホルシュタインの衆議会選挙において、前回比で5.5%増の6%を獲得し、同衆議会において、初めて左翼党は議席を獲得。 ご議席して勝利を収め、ドイツ全16州のうち12の州議会で議席を有する結果となった。また、この2009年の連邦議会選挙の1ヶ月前に行われたザールラント州の州議会議員選挙では、同州が、旧ワスグ指導者のオスカー・ラフォンテーヌ共同党首が州首相を13年間務めた地盤であるた、旧西ドイツ地域の州としては珍しく、 ドイツキリスト教民主同盟、ドイツ社会民主党と三つどもへの接戦を演じた。2010年5月、ドイツ最大の州である、ノルトラインイコールベストファーレン州で行われた、州議会、定数181選挙で、前回選挙に出馬した、バスグと PDS の得票合計3.1%より、増やし5.6%の得票を得て11議席を獲得、同州で、 初めてとなる左翼党の議席を獲得した。これにより、ドイツ全16州のうち13州の衆議会で議席を得ることになった。2011年のハンブルク市議会選挙では、現有議席に止まり、3月のラインラントイコール、プファルツ州とバーデンイコール、ビュルテンベルク州議会選挙では、議席阻止戦である、得票率5%を突破できず、議席を獲得でなかった。 5月のブレーメン州議会選挙では、前回より、得票率を交代させたが、過労死て議席を確保した。2012年5月15日のノルトライン、イコールベストファーレン州議会選挙では、新興政党である、ドイツ海賊党躍進の煽りを受ける形で、前回より支持を3ポイント以上減らした結果、2年前の選挙で得た、全議席を失う結果となった。 2013年連邦議会選挙では、富裕税導入や、全国一律の最低賃金制導入を訴え、政党名簿投票において8.6%の、得票率で64議席を獲得、4年前より、得票率と議席を共に交代させる結果となる。ただし、同盟90、緑の党、63議席とはわずか1議席さながらも、 全議席を失った自由民主党に代わり議席数で、東西合同以来初めて第三位の会派となっており、その存在感は選挙前より増大した。セディ SPD 両党間で続いていた連立交渉が SPD 側の党員投票により承認され、二大政党と地域政党、CS による大連立内閣が2013年12月17日に樹立する運びになったため、 同政権発足後は極めて変則的な形ではある。ものの、野党第一党として、左翼党の8倍近い議席数を有す巨大与党と、国政レベルで対峙する立場に置かれた。連邦議会選挙と同時に行われたヘッセン州の州議会選挙では5.2%の得票率で、前回選挙と同じ6議席を獲得する。2014年9月。 中林元衆議会議員選挙で第二党となり、同年12月、ドイツ再統一後、同国の州首相として左翼党から初めてが選出された。2017年連邦議会選挙では、反戦や対等する、排外主義への反対を訴え議席を69、議席に増加させ、統制を回復させた。得票数は、旧西ドイツ地域で躍進する一方、旧来の、 地盤である旧東ドイツ地域では移民派を訴えるドイツのための選択肢に大幅に票が流れた。前日の通り、現在の左翼党は党内において民主主義を重視する開かれた左翼政党であって、旧来式の民主集中性的な前衛党型、組織論を有していたマルクスレーニン主義に基づいていた、闘争率バーの潮流上、事実上の全然未政党、 ドイツ社会主義統一党からは大きく変貌を遂げている。民主社会主義によって資本主義やグローバリゼーションに対抗しようとすることが共通点とはえ、その開かれた党の現れとしては、同党が共産主義、マルクス主義からケインズ経済学、社会民主主義、さらにはリバタリアンや無政府主義に近い思想まで、 極めて幅の広い多様な社会主義像を持つグループを派閥として内包していることが挙げられる。以下に主な派閥を挙げる。他に主に和尚への加入を通じて左翼党入りしたトロツキスと新左翼のグループも多い。国際社会主義潮流の系譜を引くマルクス21労働者インターナショナルのための委員会 CW に所属する社会主義オルトナティブ このグループは先日した2006年のベルリン市議選において社会民主党との連立に反対、独自に和すぐを立候補させ分裂選挙となった際に主導したため、党内で物議を醸した国際マルクス主義潮流系の新聞火花、デア・フンケの支持者が挙げられる。これら震災翼系グループは連邦憲法擁護庁から監視対象とされることが多い。震災翼以外では、 派閥横断的なグループとして、マルクス主義フォーラムが存在する。このグループも、局左として、連邦憲法擁護庁から監視対象とされているほか、党組織を統合して派閥になったわけではないが、ドイツ共産党と地方選挙で選挙協力を結ぶことがある。決闘以来、旧 PDS と旧ワスグから一人ずつを選出する共同党主制を取っている。 ドイツ語での大輪家には、党を意味する語はなく、直訳すると単に左翼となる。しかし、ドイツの政党では、大グラナンのように政党が、名称に、党、パルタイと付けないことは、不自然でなく、また逆にそれが日本語訳されるときには、緑の党と訳されるように、党の語を補うこともよく行われる。この例によれば、左翼党が正しいわけということになる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。